学校対抗〇〇選手権バスケットボール編は今日が4校目となります。果たして新記録は出たのでしょうか。学校対抗〇〇選手権バスケットボール編、現在暫定トップは妻高校の4回となっています。果たして記録更新となるんでしょうか。今回挑戦してくれるのはこちら、宮崎商業高校です。チームワークが武器の宮崎商業高校女子バスケットボール部は部員17人、百花繚乱をチームスローガンに走り勝つバスケで県高校総体ベスト4入りを目指しています。今回挑戦してくれるのは渡辺さくら選手です。よろしくお願いします。お願いします。挑戦する選手はどういうふうに決めたんですか。朝練があるんですけど、その時に一番連続でフリースローを決められた人が今回これに出るっていうので決めました。ちなみに何本決めたんですか。13本です。おうちのエースといっても、過言ではないような選手で、物おじせずに勝負してくれるような素晴らしいプレイヤーです。何本決めてほしいですか。20本。だそうです。はい、頑張ります。いける。それでは渡辺選手の挑戦です。お願いします。1本目、決まったドキドキした。はい、先生も1本目が入ればあとは行くんじゃないかなって言ってたんですけど、自分の感触としてはどうですか。このまま行けると思います。では渡辺選手2本目、続けるか。決まった。これもしっかりと沈めました。この応援団の応援はどうですか。少し緊張するけど入った時は嬉しいです。もっともっと盛り上げてあげてください。それでは3本目、ここで外れてしまいました。ただみんなからは大きな拍手が送られました。残念ながら3本目外れちゃいました。やってみてどうでした。大会でもこんなに緊張することはないのでいい経験になったと思います。頑張ってくれましたよね。はい、頑張ってくれました。よくやったと思います。高校総体も控えてますので、その時はもう100発100中でもう何本打っても入るっていう、今運を取っておいたのかなと。あ、なるほど。はい、ということで宮崎商業高校の記録は2回でした。フリースローに挑戦してみたいという皆さん、 UMK アプリからどしどしご応募お待ちしております。宮崎商業の皆さん、ありがとうございました。